局長。はい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 、何でしょう。今日の朝の新聞見たか。いや見ましたよ。4、6月お前 GDP 27.8% 持ち込んどんぞお前。そうなんですよ。もう苦しいな。本当に大変ですよ。大変やな。もうコロナ関係の融資補助金、うんうんうん、おどちらさん、どちらさんもこちらさんも吠えちゃうまだこんなとこ隠れて新規臭い話しょんちゃうんですか。ここ見てごらん、これどうした、なんすかこれ。エラって雑誌でね、お移住先ランキング、お中四国で北島町が一番ですよこれ。おおすごい、すごいな、どうですかこれ。どうせこんなことでしょ、ね、はい、これはすごいな。どうですかこれ、これはやっぱり役場行って、はい、古川町長さんに報告しに行かなあかんな。行きましょう行きましょう、行くか、はい、うん、ちょっとこれはやっぱりお知らせしないかんですね。ほうやな、はい、アポと取ってくれるか。わかりました、今すぐ取っときます。わかりましたほら早速行こうか。行きましょう。ほら行こうか、ケンちゃん、はい、うん、あ行こう、ケンちゃんも行こう、はいはい、行こう、はい、行こう、はい、行こう、はい、ブラッターおめでとうございます、はい、ありがとうございます。すいません、皆さんこんにちは。こんにちは。ブラッド北島、略してブラッター。はい、ありがとうございます、なんと今回我が北島町が、コロナ時代の次の移住先ランキング中四国ナンバーワンに輝きました。すごいですよね、でも北島町って本当に便利な町だなと思ってました。そうですね、この小さい面積の中にいろんな施設があって非常に便利な町だと、はい、評価されました。お買い物とかしやすいですもんね。はい、ということで今回は北島町役場に古川町長さんを表敬訪問したいと思います。思います。局長、はい、アポ取ってくれた。ああ取りました、先ほど。いける、いけます、今日いけるん。いけます。よっしゃ、ましょう。それではやってまいりたいと思います、はい、それとですね、今年も、北島町商工会一大イベントであります商工会のプレミアム商品券が発売となります、なんと今年はコロナ対策ということで、はい、いつもは1割お得な商品券ですが今回2割もお得になります。これですね、局長、はい、2割はね、お得になります、はい、これはすごいですよ、はい、っていうことは1万円が1万2000円10万円が12万円、12万円、はい、15万円が15万円は18万円、違う、うん、音音音ますね、18万円、はい、すごい、やっぱり2割ですごいな、すごいですね、はい、それではせっかくですので、役場で町長さんにここの商品券の説明を行いたいと思います、うん、そしてせっかく、役場へ行きますので、役場から、いろんなコロナ対策の事業を、これから行いますので、それの説明を、皆さんにお知らせしたいなと思っております、はい、それでは早速行きましょうか、はい、あ、忘れとった局長、すいません、これ、商品券の予約受付は終了しました、申し訳ございません。もうあの2割ということもありまして、あの予約の方をたくさんいただきました、はい、ただあのお求めいただけないとか予約できない方たくさんいらっしゃいましたが、はい、どうも申し訳ございませんでした。今回はもう終わったんですか。終わりました、申し訳ございません、はい、これは残念やな。もう早々に予定額に達しましたんで申し訳ございませんが、こういうことでよろしくお願いいたします。それでは行こうか。行きましょうか。昭和38年生まれ、生まれ元高校球児、はい、局長何歳になったん。37になりました。え、あ、違う違う、57になりましたか、はい、
ちょうど38年はうさぎ年ですので、はい、いつものように、はい、飛びましょうか。飛んでいきたいと思います。ぴょんとね。ぴょん。はい、ぴょんとね。ぴょんとね。わかりました。行きましょう。ほな、行くよ。はい。せーの。さあ、ここが役場か。飛んできたな。飛んできましたね。大西さん、町長さんはおられますか。ます、あ、そうですか。はい、今日はほな早速案内してもらって。行きましょう。はい。早速ほなよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。副町長さん、こんにちは。今日はよろしく。腰が低い多田さん。失礼します。あ、失礼します。あ、こんにちは。今回おめでとうございます。こんにちは。こんにちは。どうぞ。ありがとうございます。わざわざお越しをいただきましてありがとうございます。お忙しいところありがとうございます。早速ですが、はい、ケンちゃん、はい、例のやつを。例のやつを。ちょっと待ってちょっと待ってくれという。あ、出てきたか、はい、これか。はい、これね。はい、これですよ、皆さん。はい、なんと、コロナ時代の移住先ランキング中四国ナンバーワンです。町長さんをはじめとする町役員の皆さんの日頃の努力の結果がこれになったと僕は思っています。上手に言うてくれるわ、ありがとうございます。任せてください。お題を言うてくれたら任せてください。もうありがとうございます。これを上手に作ってくれとって、またケンちゃんが作ってくれた、宮本さんが宮本さんがわざわざ、はい、夜鍋して夜鍋して作ってくれました。ご苦労さんでございます。もおめでとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。おかげさまで。ありがとうございます。それでは町長さんおめでとうございます。ありがとうございます、はい、まずはあえらという雑誌で、はい、評価していただいたんですが、あえらは全国紙の、そうですね、あ、はい、で分析したのは8つの項目があります、はい、広い家に住めるとか、大規模商業施設があるとか、カルチャーを感じる施設がある、将来伸びる町、うん、子育てのしやすい町、うん、治安のいい町、医療体制が充実した町、うん、災害対応や行政サービスが期待できる町、この中でも特に大規模商業施設が充実した町、うん、それと子育てのしやすい町っていうので満点をいただいております。 ありがとうございます。素晴らしい。それで中四国で、はい、ここじゃ1位です。この59点っていう得点は全国で見ても多分3つの中には入りそうな得点でございました。なるほど。今回将来伸びる街っていうので点数は9点ですけども、私もちょっと見せていただきましたけども、他のところでですね、将来伸びるところっていうのが9点取ってるっていうのは私どもが一番トップでなかろうかなと私は。さすがよく見られてますね。2045年までですね、45年、北島町の、まあ、人口がですね、これから25年先になりますけども、まだ微増するというようなですね、調査結果が出てますので、ね、確か唯一人口減らない町だったんですね。徳島県内では、ね、県内で唯一というようなことになってますので、人を呼ぶためには働く場を作ったのが一番やなというのを感じておりましたんで、国府の方にですね、富士スレートさんの本社があるんですけども、ぜひとも本社をですねこちらの方に持ってきたいんだけどって言われてですね、あ、ほらもうぜひ来てくださいっていうようなことでですね、本社がこちらの方に去年の8月にですね引っ越しをしていただきました。今ベトナムの方でですね、瓦をですね、しっかりと製造してます、その中の4割を抑えてるっていうようなことですね、外国から随分研修者が来る、その時にわざわざ本社まで行って工場の方に何度もこう往復するっていう時間的な無駄があるっていうようなことでですね、本社が北島町、はい、もう本社があるとないとではですね、税収が全然違ってきますんでね、私としてはもう是非ともですね、なるほど、来ていただくっていうようなことをね、もうできたのが
徳島カムさんとですね、はいはい、あの徳島伝生さん、はい、まあ、この2つしか今ありませんけども、はい、その横にですね YGK さんって言ってですね、これ世界一の大きな、あの糸やね、そうですね、テグスやね、テグスメーカーさんが世界一です、世界一の工場が建ちます。北島町に、北島町、そしたらどうなりますか。ますます、ますます、税収が、税収が、笑顔ほころんでます。その道路を挟んでですね、うん、四国高速運輸さん、それと今大きくできてきてますけども進学者さん、これがですね、そうですね、大日本印刷さんの関係会社ですから、いろんな形でですね学習教材を作りますんで、はい、まあ、季節校としてね、何人か、複数っていうか、かなり多いですね雇用をするっていうようなことを聞いております。で、道路を挟んでまだもう一つ三和プラントさんが動き出すと思いますし、さらに一番申し遅れましたけど、一番東側にですね、あの松浦志郎さんの、あの関係のですね、ナノミストテクノロジーっていう、ナノミストテクノロジー、ナノミストテクノロジー、はいはい、なんか最新っぽい会社が、新しい、そうです、お酒関係、いや特にお酒でもないんですけども、ものはね、やっぱりこう細分化するというか、小さなものにして、でもう一回あの合わすとですね、例えば今のお酒でも全然味が違ってくるんだって、もうそういういろんな意味での新しい技術をですね、そこから出ていく、北島町から楽しみです。今ですね、1年間にですね、北島町で持ち家って言いますか、建屋、あの一軒家ですね、それが今200軒建ってるんです。どんどん家が建っていって、だって200軒って言うとね、365日でしょ、2日に1軒は建ってるんです。おー新しい家がどんどん、ね、うん、そうですね、なかなかそんな家ないですよ、建てる間にね、やっぱり何ヶ月かかかりますから、それがもう毎日のようにですね建っていくっていうのはね、それだけ人が集まってきている。こんなにもすごい町長さん。町長いいなり乗ってんね。ですよね。一番いいところ。ありがとうございます。お待たせいただきます。よろしくお願いします。宮本さん、ありがとうございます。北島町いい町にするぞ。はい、えい。はい、今回今年発売のプレミアム付き商品券ですが、はい、毎年 10% のプレミアムが 20% になりました。で、先ほどもちょっと謝罪をさせていただきましたけれども、もう申し込み、先着順となっておりまして、もう応募者多数のため、もう予定額に達して、8月18日現在ではもう、締め切らせていただきましたので、よろしくお願いします。売り切れました、はい、でその後まあ、はがきの方で来た人に、9月7日から9月30日の指定日に引き換えさせていただきます、うん、で肝心なところ商品券の、使用期限は10月1日から来年の3月20日になっております、うん、こういう形になります、はい、これです、はいはい、色が違うんですね。そうなんです、はい、5枚の赤い券と7枚の青い券になってまして、うん、で赤、まあ早い話がですね、大型店フジグランさん、ビッグさん、丸中さん、あとハローズさん、うん、ハローズさんの5店舗、うん、この5店舗だけはこの赤い券は使えません。使えない、はい、うん、であと、残りの、青い券はどの店舗でも使えるというふうな券になってますんで、うん、皆さんちょっと、お間違えないようよろしくお願いします。なるほど。で、加盟店の方もですね、はい、加盟店の方もこういう形で去年よりも多くなりまして、今年は126件の加盟店の方がありますん でこの部分、赤いところが赤い件で、この下にあります、フジグランさん、ビッグさん、丸中さん、ハローさん、2店舗、これが青い件になりますんで、今回ね QR コードをちょっとご用意させてもらいました。 QR コード、あー、 QR コードついてますね、左の下に、ね、件に QR コードね、はい、はい、何ができるんですか。なんか嬉しそうにずっと蝶々を見つめてますが、どうされました。スマホは、スマホ持ってるよ。持ってますか。そんなびっくりしなくても。え、さすが蝶々さん。
さんですから。何を言うとんねん。さすが。俺を呼び込んだらええの。さすが。いやいや。こんなんあんまりしたことないけど。QR コードこれだろ。はい。でこれを。どうなんでしょう。読み込んだ。使い殺されてますね。読み取り内容。インソール。インソールせんでも多分これちゃうか。うん、あ、来た来た来た。出ました出ましたこれ携帯にこのお店のあれが、はい、これ出ます。ありがとうございます。もうなるほど、こうやって呼んだらすぐ行けるよね。すぐでしたね。さすが北島町の町長。ナンバーワンなだけありますね。もう世界的な誘致できる。さすが中四国のナンバーワン。そうです。恥ずかしいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。総務課としまして、はい、この地方創生臨時交付金で2つ事業考えております。はい、まず1つ目が、はい、映画チケットの購入助成事業でございます。手続きをしていただけましたら補助金のお渡しさせていただきまして、映画を受けていただけるよう、映画を500円で見ていただけるような形を考えております。ちょっと待ってください。500円で映画を見れるんですか？500円で見えます。税込みですか？これは税込みでございます。税込みぞお前。400円ほら。1回ですか？ですこちらの方はですね、一人様の回数制限にも設けることはございませんので、好きな方につきましてはですね、最後は何度でも見ていただくことが可能です。北島さんもちゃうね。何見たい？映画。映画今ちょっと何してるか分からないんですけど。ここでパッと答えれなあかんだろ。何見たいんですか？恋愛映画。そんなくくりですか？ドラえもんも見てください。ドラえもん欲しい。ドラえもん。ドラえもん好きなんですか？ドラえもん楽しいです。楽しいです。夢詰まってます。なんか怖いキャラと思ったけど、なんか柔らかいキャラだったよ。ちなみに山田さんは何が見たいですか？そうですね、はい、僕はドラえもん。ドラえもん。やっぱりやっぱり課長の言う通りにしたぞ。やっぱり課長の言う通りにしたぞ。素晴らしい部下やな。北島町ね、映画館あるんで、はいはい、徳島市に負けんようにあの映画館を盛り立てていきたいと思いますので、はい、ます、まあ、映画館がね流行ったら、はい、みんな集客もね、いろいろやってきますので、お客さん来てもらったらね、ありがとうございます。というところでございます。はい、第1弾ですね。はいはい、続きまして第2弾の方。まだあるんですね。はい、まだ2段目がある。2段目もございます。さすがやな。第2弾は宅配ボックスの購入補助事業っていうものを取り組みたいと考えています。こちらはですね、お家の例えば玄関先にでも置いていただくことによりまして、宅配屋さんがお荷物持ってきていただいたときにこちらの中に入れていただくことができます。うん、なるほど。なので直接受け取ることなくこちらに宅配業者さんに入れていただいて、その後にお家の方がここを開けて、お荷物を持っていっていただくというようなものになります。知ることはもう時間も指定もせずに、そうですね、もう置いておいてよって言ったらここを置いて、はいはい、で勝手にパンとかけておいたら、そうですね、はい、勝手に帰ってきた時に取れるという、はい、そうですね。なので、お仕事されてる方はですね、なかなか日中とかを受け取り難しいかと思うんですけども、その日中でも受け取りができるようになります。なるほど、そういうことか。はんこを押さなくてもいいってことですね。それでですね、
タイプはいろいろあるんです。いろ、うん、んなメーカーさんがありまして、うん、でこちらのタイプはですね、うん、あのハンコがもうここに備わっておりまして、ハンコが備わっている、うん、確かにね、多いんって書いてますよ。ここに電球を差し込んでもらうんです。はい、で、あ、ちょっとまだ実際に押さないんですが、はい、あの鍵を閉めるときにここのボタンを押しますと、うん、同時にこの伝票にですね、ハンコが押されるような商品になってます。よう考えたな。あのこのタイプの方が少なくてですね、うん、あの多いのはあのこの中にですね、うん、ハンコを、まあ、チェーンなりでつないで置いておいて、あの宅配業者さんに押していただくっていうタイプの方が多いかと思います。あ、持ってきておいて宅配の人が、ね、ここのハンコを押すと。そうですね、宅配の人が開けて押す、はい、押します。で、閉める。なるほど、はい、あ、すいません松永さん、はい、ちょっと質問してもいいですか。はい、これは何ですか。なんか入ってましたね。これ僕も一気に言ってました。そんな仕込み、ベリベリベリから。なんかこう、隣の2頭でしょ。ちょっと似てる感じ。似てる感じ。これは、あの、何、いや、真っ暗で分からんだろうなと思ってね。あ、なるほど、なるほど。そんな感じで。あ、仕込んどきました。そこが気になられたんですね。これだけです。さすがやな。街未来が感じるだけあるな。ちゃんとね、もう未来見られてますよ、本当に。荷物が2個目の荷物が来た場合ってどうなるんでしょうか。すいません、2個目については残念ながらお受け取りいただけないですね。1個目に限って。まあ、ただもう1日1件1個目。そうですね、1日1台につき1件になると思いますので、はい。ふた取り取って。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。これが9月から始まるということで、皆さんどうでしょう、あの受付は、北島町役場2階のソムカまで、3人がおられますので、顔を覚えてくださったら、ぜひこの支援活用していただいて、はい、コロナを乗り切っていきたいと思います。ありがとうございます。コロナに負けない北島町、はい、中四国ナンバーワン、ナンバーワンです。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。